マルジン・ボシレフスキ、マルジン・ボシレフスキは、ポーランド出身のピアニスト。シンプル、アコースティックトリオで活動、後に、自己トリオ名義で活動している。13歳の時に手に入れたキース・ジャレットのアルバムに、感銘し、強い影響を受ける。ポーランドコシャリンの音楽学校で、同年のスワボ・ミルクル・キエビッツとセッションするようになり、後に、ミハウミスキエビッツが加入し、シンプル、 アコースティックトリオを結成。1993年のジャズジャンポリーフェスティバルで高く評価され、1994年にトランペッターのトーマス・スタンコとのセッションに加わる。1994年にサットはクシシュトフ・コメダの作品集コメダでアルバムデビュー。2000年発表のアルバムハバネラは日本でもヒットする。2001年にスタンコのアルバム ソウル・オブ・シングスを ECM レーベルで録音し、キャリアを重ねていく。そして ECM の創設者で、プロデューサーのマンフレート・アイヒャートの地遇を得て、2004年にオスロのレインボースタジオで録音。翌年にアルバムトリオを発表。同時期にドラマーのマヌカチェのアルバム、ネイバーフットやプレイグラウンドの録音にも参加している。2007年には新たに、 マルチン・ボッシレフスキトリオ名義でアルバムシネマ・パラディーゾー2010年にはフェイスフルを発表。このアルバムを発表する前までの間にスタンコのバンドを離れトリオで活動している。2014年にはスウェーデンのサックス奏者ヨアキム・ミルダーをゲストに迎えたアルバムスパーク・オブ・ライフを発表。ありがとうございます。